同じ優待もらった方のご参考になれば。プリマハム、おつまみになる優待は一番嬉しい。食べ方&切り方の冊子も入ってました。そのまま食べても調理しても美味しそう。株主優待のご案内も入ってました。重量感って、わお、実家にもお裾分けしたいと思います。ミキサーで薄切りにしていくよ。マムが手伝ってくれました。わらわら、量で薄切り完了。まずハムカツを作っていくよ。小麦粉が入った袋でフリフリって。卵にくぐらせます。